皆さんこんにちは、冬の春雨です。今回は背景初心者は最初からうまく描こうとしなくてもいいよっていう話をしていきます。きっとね、背景を上手くなりたい人が見てると思うんですけど、でもね、描けないじゃないですか。背景ってやること多いし、何よりめんどくさい。どれくらいめんどくさいかって言ったら、扉が閉じかけているエレベーターに乗り込もうとするやつくらいめんどくさい。そうでもないねこれまあね、とりあえずめんどくさいので、そのめんどくささを解消する動画ですね。目次はこちらです。背景が下手でいい理由、やっぱそれでも上手くなりたい、春雨精神論を語るの3本でお送りします。サザエさんの次回予告みたいになりましたが、気にせずこのまま行ってみよう。ではね、まずね、背景が下手でいい理由ですね。これはね、普通上手い方がいいはずなのに、なんでこれ逆なのかっていうと、これはね、下手だとね、発生するメリットがあるからなんですね。それ何かっていうと、途中でやめようとしなくなるんですよ。意味わかんないと思うんで、次の章行きましょう。このね、とりあえずね、背景は下手でよくて、下手であるメリットがあるっていうことだけは覚えておいてください。やっぱそれでもね、上手くなりたいと思う人ね、多いと思うんですよね。どうしたらね、いいかっていうのをこの章ではね、話していきます。結論はね、何か一つだけ頑張って書くですね。この何か一つっていうのは、机とか、あと床とか雲とか、もう一つの物体を頑張って書くっていう意味ですね。例えば雲が書き終わったら、それ以外のなんかビルとか空とか木とかはもう全部適当で OK です。自分の今の実力のまま、楽しく絵を描いてください。そんなんで上手くなるのかよっていう風にね、思うと思うんですよね。これでね、上手くなる理由をね、3つ紹介します。1つ目は、背景はただの組み合わせっていう話です。これね、以前の動画で、ね、出したものなんですが、大切なんでね、ちょろっと話します。背景はそのね、書き込み量の多さからやる気がね、出なかったりとかしますよね。何から何までやらなきゃいけないっていう。でも基本的に背景は物と法則の組み合わせなんですね。例えばこの絵だったら、水、鉄、レンガ、空、星、煙、金属、石しか使ってないんですね。それしか書いてないんですよ。あとは光や影、重力を意識して終わりです。なんかね、たくさん書いてあるようなね、背景でも物に関しては8種類しか書いてないんですね。このね、8種類を書けたら、あなたもほぼ同じ絵を描けるようになるっていうことになりますよね。だからこそ、一つ一つのものをね、描くという行為が大切なんですね。最初に言ったね、結論は、背景にあるものを一つだけ頑張って描くでした。つまりね、背景の組み合わせだから、少しずつできるようになろうよっていうことですね。で、2つ目は、1回書いたものは忘れないからです。勉強したことをすぐに忘れてしまう偏差値2の僕ですが、意識して書いた絵の描き方はね、忘れません。なぜか、絵はね、自ら体験するからです。勉強はね、暗記やテストはあっても、その満州事変を体験するみたいなことはできませんよね。その新たな数式を発見する体験もできません。体験する方が記憶に残るので、皆さんもね、これはね、同意できるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、書けば書くほど書けないものが減っていくんですね。もちろん中にはね、体験しても忘れちゃう人もいると思います。なのでそういう人はね、例えば1回目フローリングを書いて、2回目はフローリングと窓を頑張って書くっていう、この少しずつ増やしていくパターンですね。以前書いたものをもう1回思い出すように書くっていうことをしてみると、よりね、記憶に残りやすくなると思うので、そういうことをね、やってみるといいと思います。少しずつね、覚えておけば、階段をね、登っていけるので、ぜひね、これやってみてください。そして3つ目はですね、違和感を覚えるから次を書きたくなるです。一つだけ一生懸命書いて、他を今の画力で書いてみてください。めちゃくちゃ違和感しかないんですよ。そうすれば次2つ書いてみようとか思うようになってですね、背景を書くのをね、やめなくなるんですよね。そう、ここでつながるんですよね。最初に話した背景が下手でいいメリットです。一つ頑張って書いたら他も書きたくなるんですよね。だから途中でやめなくなるっていう、こういうメリットがあるんですよね。だから違和感を残したまま完成をさせてしまった方が続けられるっていうことなんですね。これがメリットなんですよ。下手でいいメリットなんです。なのでぜひね、このね、やり方をね、ちょっと真似してみて、これがね、自分のやり方に合ってたら、ぜひね、採用してみてください。こんな感じで、一つだけ頑張って書くがいい理由を3つ話しました。まあ、ここまでね、背景こうやって書いたらどうよっていうのをね、話していったんですけれども、言うてもね、一つだけ完璧に書こうとしてもちょっと違ったりします。でもね、それはいいんですよ。なんかちょっと違和感が残ってもいいんです。前よりうまく書けた事実が大切なんですよね。そのまま続けてください。ある日いきなり今まで積み重ねてきたものがクソのように見えます。また書いてください。どうしても書けないし、いろいろ調べて時間だけが過ぎると思います。それでもその後書いてください。急激な成長はないし、嫌なことが多いし、成長を阻んできます。ただ一つ言えるのは、どんな進化も少しずつしか起こらない。考えてみてください。猿から人間になるまでどれぐらいの年月がかかったのか。奥ですよ、奥。少しずつでも着実に近づいています。
頑張ってください。僕も頑張ります。というわけでですね、今回は背景は下手でもいいよっていう話をしました。次回はですね、絵が上達する人はなんで上達するのかっていうのを解説するので、チャンネル登録をねしてお待ちください。というわけでですね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね。